斉藤氏、斉藤氏、斉藤氏は、日本の聖師の一つ。平安時代中頃の守府将軍、藤原敏人の子、信用が、人しぐう頭であったことに由来する名字とされる。藤原敏人の公園は、越前、加賀をはじめ、北陸各地に武家として発展した。斉藤氏は、平安時代末から武蔵など各地に移住して、繁栄した。 斎藤氏から出た名字は大変多いが、有力なものとして、加藤氏、溶か氏氏、林氏等が挙げられる。守府将軍、藤原敏人の子、女王を祖とする。信夫の父、敏人は、鶴河の豪族、旗報告の娘を母に持っていたことから、越前を中心に、北陸一帯に勢力を築き、信夫の孫斎藤遺伝は、越前国王領主となった。また同じく、 女王の孫、斉藤忠頼は、加賀助に任じられたため、加賀にまで勢力を広げた。その後営はそれぞれ越前斉藤氏と加賀斉藤氏の二、系統に分かれた。陳樹不将軍、藤原敏人の子、女王の孫で加賀助であった忠頼を祖とする。忠頼の子、斉藤義宗は、広岡斉藤氏の祖となる。加賀斉藤氏から、堀氏などが分かれ、広岡斉藤氏は、 林氏、しし、と氏となった。陳述将軍、藤原敏人の子、女王の孫で、越前国王領氏であった、以前の子孫である、越前国鶴間軍、引田、現在の福井県鶴橋市引田を本拠とした、引田斎藤氏と、同国阿蘇和軍河合号、福井県福井市河合を呼んどころとした、河合斎藤氏の二杯に分かれる。藤原信用の孫で、越前国王領氏であった。 以伝の子斉藤亀延を創とする。越前国鶴河府引田を根拠地とした。斉藤姓も用いたが、地名から取り、亀延の子亀佑が、北条氏、新道氏を称し、その弟、斉藤亀よりの子である、斉藤よりもと、斉藤昌馬、斉藤亀ながらがそれぞれ武田氏、宇田氏、引田氏を称した。さらに、武田氏から、大谷氏、宇田氏から足崎、慈悲野氏、 引きたしから仙ん熊坂氏などが分かれた。平家物語で、滝口入道として知られる、斎藤時よりはこの系統と言われる。吉原斎藤氏は、藤原信用の孫で、越前国王領氏であった、遺伝の子、斎藤の光を祖を外する。則光の子、斎藤隆則の系統は、青氏となった。河井斎藤氏は、則光の孫、斎藤助宗を外する。助宗は、 越前国十人タスク州の名で中央の歴史書に登場する人物。越前国阿日和軍河合号、福井県福井市河合を根拠地とした。斎藤政も用いたが、助けの子、斎藤常実の系統は、坂南、鈴木、脇本、常実の弟、斎藤慶実の系統は、稲津、松本、大見などを称した。その他、美の斎藤氏や長井別島と呼ばれた。 斉藤さねもりを始祖とする、長井斉藤氏、武蔵斉藤氏と木田氏はこの系統と言われる。美濃の斉藤氏は、越前斉藤氏の所流、河合系、斉藤の赤塚氏が、美濃木大として、越前から移り住んだのに始まると言われる。家門はなでしこ、斉藤道三は二刀派当立派を用いた。室町時代に、美野仕事騎士に仕え、文案元年。 1444年うるう6月に、斉藤宗縁が、京都の時屋方で、富島市を中殺し、守護大となって、勢力を振るった。宗縁の子、斉藤明鎮は兄、力久氏の死後、追いの守護大理夫を貢献し、後に、室町幕府方向集となって、足利市に直接仕え守護、時成よりの関与も上回り、応仁元年、1467年の応仁の、乱では、 西軍の主として各地を転戦した。しかし、明鎮の後、持前家を継いだ、斉藤耐泉、都市区には、時なりよりを巻き込んで、理不尽と守護代の座を争い、内奮を起こした。耐泉は、明王四年、1495年からの船田合戦に勝利したが、翌年大見に出兵し戦死した。このため、同族争いが再燃し斉藤家の勢力は徐々に衰えを見せ、 初流の長井氏が台頭した。なお、明順の娘は、越前の朝倉忠氏家にとつぎ、隕石関係となっている。また、理不寺の場所、日雲は、京都の明覚寺に入り、後に、美濃城在寺四世となった。天文八年、1539年頃、永長井長弘の家臣、長井則秀が頭角を表し、斉藤氏を名乗った、後の斉藤道を。 道蔵の父、松並正五郎は、紀内の出身であり、明覚寺にて、日軍の兄弟子であったという。道蔵は、今葉山城主となり、さらに守護、時よりのりを追い、月国城によって、美濃を横領したが、工事2年、1556年、着死吉達に殺された。吉達の創生後、この達沖は、永六十年、1567年、 本拠地稲葉山次郎、織田信長に攻略され、美濃を追放されて、越前の浅倉義景を頼った。辰岡は、天正10年、1573年に、義景が信長に滅ぼされた時に運命を共にして、うちじに、戦国大名斎藤家は滅亡した。信長の統治下では、道蔵の橋とされる、斎藤理事、長流が、関、火事伝月船の後火事伝城主とされ、 織田信忠に重心として仕えたが、これは、道知の近親の理事が、斎藤家の家督を相続したのでは、以下という考察がある。しかし、理事は、本老寺の変で主君、織田信忠と共に戦死した。美濃では、理事の兄とされる、斎藤利行が混乱と同時に、岐阜城と近隣を掌握した。山崎の戦いが終わると、李隆氏は、岐阜城を、 織田信ぶに明け渡した後、梶田たと、梶伝でを引き継ぎ、信ぶの重心となか、梶伝、金山合戦及を呼び、静ヶ岳の戦いの結果、森長義に城を明け渡した。理事のこの義しお五郎と、斉藤一郎左衛門、氷左衛門は、最初は、織田秀信に、後に義しは、池田て政、一衛門は、松平直樹に飯抱えられ、義しの子孫は、 岡山藩主として続いた。また利高氏の甥いの斎藤元太ら及び、その子の斎藤徳元も、織田秀信に仕え、大官として、家事で縁を収めた。徳元は、角又城代でもあったが、関ヶ原の戦い後に、主君、織田秀信の会役によって浪人し、以降は、廃人として暮らした。他に、旧法公衆の明智光秀の重臣で、 春日局の父として知られる同じく旧、方向衆であった、斎藤敏像は、道像以前の美野斎藤氏の一族であり三男の、斎藤利衆は後に古戦国を治療する旗本となった。美濃斎藤氏の系図は、美濃国書家系譜、古代氏族系府修正ともに不正確な箇所があたたあり、確定されていない点が多い。越後の斎藤氏は、越後守護上杉氏の悲観。 その羊や越後に土着した時期についてはつまびらかではないが室町時代から戦国時代にかけて越後赤田城、県民潟県刈羽村に居住していた。守護上杉氏の没落後は守護代長尾氏に仕え、斉藤朝信は長尾影虎、上杉謙信の重臣として有名。朝信は天正六年、1578年、謙信死後の大立の乱では、 継承型に属し、以後継承に仕えた。子孫は、米沢藩に仕えた。江戸時代の斎藤氏については、米沢藩平侍、約七十個を参照。文後の斎藤氏は、大友氏に重心として仕えた。文後国海府軍入城を根拠地とした。長い別党として知られる、斎藤佐根守の妻の甥い、宮六守国兵、宮地の国兵が、 そうと考えられているが、定かではない。南北朝時代に、主家の大友貞だまたは大友貞宗が、守護職を部任され、斎藤昌平、または斎藤平成が、その守護代に任じられた。大友氏が、非善守護で亡くなると、斎藤氏も非善守護代で亡くなり、それ以後戦国時代までほとんど動向がわかっていない。戦国時代に入り、斎藤隆史、 蔡藤長寿夫氏が、大友氏の下半宗してその名が現れる。長日は下半宗として、大友義明に仕えた重臣であったが、大友氏の家徳問題で、四君、義明と対立し殺害され、これが原因で二回崩れの変が勃発する。この家徳争いは、大友義重、宗輪が継ぐことで収まった。長日の子、斉藤重曽は、家徳、所領を安堵され、 義重に徴用されたが、耳川の戦いにおいて戦死した。これにより斎藤氏は没落したが、その血筋は、外村の立花重、しげ、兄弟に継承されて、戸様大名として後世に残った。藤原北家御名流、藤原秀里の後裔である、上野国あずま大田省の岩槌城を根拠地とした斎藤氏。初代、 斉藤紀之はこの地を拠点とした、秀での後裔あずまの維持でおじにあたるあず小杖元の養子となった人とも、斉藤氏を称した秀でから呼んだ今後、藤原漬宗の後裔斉藤元国の着手であるとも言われる。紀之には六人の男子がおり、長男紀金を岩槻城に、次男、中山幸則、中山氏を、中山城に、三男、荒牧武尻、 荒牧氏を、荒牧館に、四男、山田元正、後の宗家を、山田城、伊豆大野の森本、大野氏を、稲荷城、六尾の富沢高連、富沢氏を岩下城にそれぞれ配した。千四百三十八年の影響の乱前後に、伊豆、則本の大野氏が宗家をしのぎ、岩渕城主となり、当時の着流、則リの斎藤氏はその配下となった。ノリに代わり、 元政の着村で四大党首、斎藤賢治は、大野氏が、植栗氏と対立すると、植栗氏と共謀して、大野氏を滅ぼし、岩渕上主に復帰して、官僚三内植杉氏に仕えた。賢治の子である五大党首、森弘は、植杉森政が、長岡ゲト上植杉謙信を頼り、越後に逃れため後ろ盾を失うと、勢力拡大を図り、神原氏を攻めた。 窮地に立たされた神原氏は、武田信玄に助けを求めた。それを知ったのりは、武田氏に対抗するため、上杉謙信の配下となる。こうして武田と上杉の交想に発展した。A66 年、1563年、武田軍に攻められ、岩槌城は落城し、斎藤氏は没落した。最後の当主であるのりの子謙造は、上杉氏の支援で、 岩渕城奪還に乗り出し、須瀬城に入った。両軍は人質交換して一度和睦するが、それは武田軍の策略で、斎藤氏の重臣、池田助渡しを寝返らせ、沢渡守の大挙を見計らい、須瀬城を攻めた。防戦虚しく、須瀬城は落城し、剣奏は自陣して、ここに斎藤氏は滅亡した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。